堀之内の新春2015、平成28年1月1日から3日、希望に満ちた新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。皆様のご多幸とご活躍をお祈りいたします。今年の初詣は地元の氏神熊野神社から堀之内妙法寺を巡ります。堀之内妙法寺お祖師さんに向かいます。元日は晴天で暖かく、参道には長い行列が。休憩所では今年の干支でもあり、猿回しが大人気です。皆さんちょっと食べたいんですけど、拍手を褒めてあげてください。皆さん食べないように頑張らない方ありがとうございます。それでは、メール食べれたのはお母様でございます。空が出てくる食べ物を見る、お待ちで塩丸と申します。さあ、それでは、お母様のパフォーマンス。なんで可愛いかって言われて、ありがとうございます。ちょっとこの辺りか、この辺りか分かんないで、申し訳ない。ワンモアワンモアいけますよ。お化けのジャンプ、ご覧ください。全然飛んでないわ、全然飛んでないわ。すみません、こっからですよ、見ていただきたいのは。どこ座ってんだろう、ご覧くださいそれは2本目いきます。そしてさらに高いハードルに挑戦したいと思います。こちら2段です。見た目非常にシンプルな技なんですけど、結構体力を使いますね。それではいきますよ。できたときは、はい、止めたときは皆さんの本気で、皆様全員で盛り上がってください。お見事、まだまだいきます。はい、ジャンプ、はい、ジャンプ、はい、ジャンプ、よいしょ、はい、全然覚えても伝わらないで、頑張るとこ見ていただきたいですよ。去年はそれで終わったんですけど、褒めた時は皆さんの大きな大きな拍手で褒めてあげてくださいよ。ゴールに手を挙げてたら、
かついておりました。それでは次の技なんですけど、去年までは最後にやってました。とても縁起のいい技になってます。今回はあえてこのタイミングにご覧いただきましょう。お見逃しのないように。続いて倉之助君が挑戦するのはこちら。黄色い馬を落とさずに飛び越えていくという高さへの挑戦、高跳びご覧いただきましょう。スタンバイ。着地の技が入ります。どんな技が入るか見て帰ろう。お楽しみ。先手ですよ。2段目いきます。2段目危険度も倍ですよ。大体身長と同じぐらいになります。さあ皆さんのリアクションも拍手の大きさも倍で、はい、お願いしたいと思います。はい、素晴らしいジャンプです。ありがとうございます。さあそれでは記念に猿の手形をいただきました。名物揚げまんじゅうの清水屋さんは新装開店し、お蕎麦屋さんも始めました。お向かいの丸さかまぼこ店は一族総出で頑張っています。2日は毎年恒例の新年会です。マリちゃん、まだだからね。ケーキの早取り抽選会です。最初はグーじゃんけんぽい。マリちゃん、ちょっと待って、開けてないし、みんな3個あったでしょ。する最初はグーじゃんけんぽい。アイコでしょ、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 無理じゃねえ、これ。2チームに分かれます。2チームに分かれます。で、ヨネちゃんからちっちゃい姉ちゃんがこっち。あれ、少ない少ない方が、少ない方がいいんだよ。何何、はい、じゃあ少ないね。こっち、こっち、こっち、こっち。はい、行きます。最初はグー、ザンケンポイ。アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ、はい、行きます。最初はグーじゃんけんぽん。いいの、いいの、もういいや、もういいよ、ここで、ここで、はい、最初はグーじゃんけんぽん。ブラボー。来年も元気で集まりましょうね。3日は大宮八幡宮へ。Thank you.
能楽堂の横には冬桜が咲いています。本殿裏手の若宮八幡宮と大宮稲荷神社にも参拝しました。堀之内の新春2015の終了です。